おはようございます。こんにちは、こんばんは。カエデさんちへようこそ。前にも言ったかもしれないけど、豚の角煮ね、美味しいっすよね。うん。で、まあ、脂身ね、豚の角煮自体があんまり好きじゃないっていう人もいるし、味の濃いのが嫌だっていう人もいるし、周りのね、ソースというか、タレというか、うん、それがちょっと苦手だっていう人もいるし、脂身が苦手だっていう人もいるし、うん。私はね、結構好きだ。うん。まあ確かにね、豚の角煮のタレというか、そういうのが濃い時があるんで、それはちょっとなぁとは思うんだけど、でも基本的には好きですよ。うん。ただ食べるときにね、量が少ないなぁとか思ったりとかするけど、でもまあ、それ以上、量以上にやると、なんか、胸焼けじゃないけど、なんか、もういいや、これ以上食べたくないっていうね、時もあったりとかしてるし、うん、なんかあるよね。拒否反応っていうかさ、体の、あ、これ以上食べたらあかんみたいな。うん。脂身はね、結構好きですよ。うん、本当に健康を考えて、まあ脂身をね、ちょっと控えてるっていう人もいるだろうけど、でも好きですよ。でも意外にその脂身とかそういう味の濃いものって、体が欲してる時あるよね。体を欲してるっていうか、まあ、うん、なんだろう、それを食べてもいいみたいなさ、うん、あまりにもすぐ血すぎるのはどうかなと思っちゃうからさ、うん、って思うんだけど、はあ、多分その豚の角煮に限らずなんだけど、その魚の似たやつとかもそうだよね。あまりにも味が濃いとダメっていう人もいるし、うん、うん、まあたまにね、そのコンビニなんかでもそのレンジでチンすれば温かく食べれますよっていうね、まあ豚の角煮だったりとか、まあ、焼いたやつも、魚の焼いたやつなんかもチンすれば全然 OK っていうのをね、あったりとかしてて、そういうのを時折やってます、買ってます。惣菜とはまた違うんだけどね、豆の筑前煮みたいなのもあったりとかするし、意外にそれ美味しかったりするんですよ。で、豚の角煮なんかも普通に売ってるやつと、そのセブンプレミアムみたいな感じので、ね、50円から100円ぐらいね、高かったりとかするんだけど、味に違いがあるのかなとか思ったけどね、試してみてないんだけど、試した人いるのかな。うん。結構美味しいよね。あれも、そう、美味しい。やってみると美味しい、うん、まあね、久しぶりに食べたから美味しいっていう風にも、ね、感じるんだけど、でもまあね、美味しいものは美味しいっすよ。はい、今日はねちょっと短いですけど、皆さんどうでしょうか。はい、以上です。それでは皆さん、さよなら。